えとトレジャーデータから来ましたナウセといいます。って話をしますじゃ私は何者かって話ですが、ナルシェとかナースとか名乗っています。えー、とルビ、えーコミッターで最初は NKF とかいじ、えー、とマルチナインガライゼーション、多言語化です、ね、をいじっていたりとかリリースエンジニアリングをしたりとか、あとまあその他いろいろしています。いろいろ NKF のメンテナーと,あとトレジャーデータって会社で働いています。 えと今日の発表の趣旨ですが、えー、とユースケースの重要性を知らしめ皆に収集を手伝ってもらうっていう AKR さんみたいな話とあと Ruby より低い例やの理解を深めるっていう話をしますで、えー、と皆さんこう Ruby 会議2016をこう通して、えー、と何か、C えー、と新しいアプリケーションを書きたいなとか JRuby や MRuby に何か貢献したいなとかあと CRuby に貢献したいなと思って 人が多いと思うんで今日はシールビーに貢献ししたたいなと思った人向けの話をしますでも実際にどうしようか何をしようかっていうのと皆さん悩むと思うんですね。で何をしようかだけだと,となかなか前には進めないので何かこうこれをしたいっていうのをまず決めないといけないと思うんですよ。で例えばその何をしたいかっていうモチベーションの例として新しい機能を追加するだとかあと何か最適化するあと何かす ちょっとこういう話はまあ多くなかったと思うんですけど、なんか実際、えー、Ruby のアプリケーションを運用していてトラブルに起きた時が起きたときに、それをどうやったらこう原因にたどり着けるかみたいな話を、えー、ともっと頑張るみたいなモチベーションがあると思うんです。で、新機能っての中には具体的な、えー、と新しいメソッドを追加したりとか、新しい、えー、今あるメソッドを拡張したりみたいな話があると思っていて、あと新,新しいプラットフォームに対応する。 最の場合はスピードを上げるっていうのとメモリを効率化させるっていうのがありますねで、えー、とまず新,しい新機能の話をしますで新機能って具体的には、えー、とニューメソッドと,、えー、と既存のメソッドを拡張する話がありますねであと新しいプラットフォームの話としてはクラングの話と,、えー、と今日の朝にもしたビジュアル C++2015 の話をしますでまず新機能なんですが、えー、となぜ新機能を追加するのか なぜ新機能を追加するき、今まであるやつじゃよくないから新しいメソッドを追加するわけですね。でえっ、ー、とそれには、えー、となぜ今あるものじゃダメなのかっていうのを説明するのが必要でそれには、えー、と実際にどういうコードでどういうコードの場合に今ある機能ではダメなのかっていうのをこうしっかり固める必要があってそれには現実の例が必要なんですね。 えとよく新機能の提案で来るのが現実の例がふわふわっとしているあるいは完全に人工的な例になっちゃう例が多くてそれだとなかなかこう議論が進まないんですよ結局何がやりたいんだっけみたいな話で例えば、えー、とあとはまあ今のメソッドだとこういうことをやりたいんだけど今のメソッドじゃちょっと複雑になりすぎるとか何時も書かないといけないみたいな例があるこれもやっぱり実際の例が必要なんですよだから必要は発明の,、えー、の母って言うんですけど じゃあ何が必要だったのか何が必要なのかちゃんと突き詰めないと,、えー、と顧客が本当に必要だったのは何だったっけみたいな話になりがちなんし、えー、と実際の提案でも、えー、とその提案は分かったんだけどその提案って一番最初にこの人が欲しかったものからずれちゃってるんじゃないのみたいな結構多いんですね。なので本当は必要だったのは何なのかっていうのをちゃんと突き詰めて考える必要があります。 ジガ自画さんの例なんですけど、えー、と外から変な、えー、と壊れている文字列 F 8例えば UTF8 として不正なバイト列が来た場合に、えー、とそれをちゃんと読める形に変えたいっていう機能の要望は結構、えー、1.9になってから多くてただ最初は却下していたんですねえっ、ー、と,え、えー、とでその時によく出てきたのがえっ、ー、と この E381828080 っていうのは壊れている文字列なんですけどこれに持ちコ,コード変換をかけて、えー、とその不正な8080 80っていう不正なバイトの部分を潰したいっていうだけどうまくいかないみたいな方が多かった、えー、となぜルビンではこれがうまくいかなかったっていうともともと u t f 8のものを UTF に変換しようとしても変換を走らせないっていうふうなロジックが入っていてそのために期待通りにはよかなかった。 だけど、えー、と実際にこういうことをやりたいのはどういう例なのかっていうのは当初あんまりちゃんと出てこなくてだったら、えー、とあんまりちゃんと入れて、えー、とこういう機能は入れてなかったんですで当初多かったのが Web、えー、フォーム、えー、とインターネット越しに、えー、とクライアントが ACDP ポストかなんかで、えー、とデータを送ってきてるんだけどそのデータが壊れているってただこのような例の場合はユーザー側にすぐにエラーがえっ、ー、と問題起きてるってことは伝えられるし 普通に使っていたらそういうことって起きないはずなんですね。なので、えー、とこういう例はさっきの話で必要,、えー、と必要な、一発目派の文脈で言うと必要、本当に必要だったらちょっと思えなかったので、えーと、これはちゃんとした理由とは認めませんでした。また、他にやるに、えー、ときにあるのが、えーと、ファイルを読む文字、えー、ときに、ちゃんと読め、文字コードが間違っていて、えー、と変なバイトやつが入ってくる。 だからこれ文字コードが間違っているのが悪いのであってやっつ、えー、と無理やり読むのは話が違うんですね。なので、えー、とこれも、えー、と正しい解決は適切なエンコーディングをしてファイルからちゃんと読むっていうのが正しい解決でこれも、えー、と無理やり読むっていう、えー、と機能が欲しいという理由としては認められなかった。で、えー、と結局認めたのはこの Web クローラーを作る場合ウェブページを取ってきてそのウェブページを えーとパースして何かしたい場合という例で、えー、とこれは実際のウェブページが最初が怖いというのでこれから何か処理をする人にとっては何もできることはないんですね。で、えー、とそういう場合は、えー、と何もできることがないので無理やり読むしかなくてその場合には、えー、と無理やり読むというのは結構難しいことなのでそれを簡単にかつ適切にできるのは機能を提供するのは必要な方だと考えました。 でこの具体例を言うと、えっと、例えばツイッターっていう皆さんが使ってるだろうウェブページがありまして、えっと、これでは、えっと、しばしば、えっと、壊れれたたバイトがが含ままていることがありましたこの、えっと、どなぜこういうことが起きるかっていうのを推測するとも、えっとも、えっと元々ツイッターは140文字しか投稿できないんですけどその140文字をウェブページのタイトル用にさらに切り詰めることがあってその切り詰めるの処理が正直はバグっていたらしくて。 最後の方ががしりとになってて切り詰めてしまうことがあったで、えー、とそういう場合でさらにそのページしりきれとんぼな文字列をウェブページに読み込むと途中が何か壊れている、えー、とウェブページが出来上がる。でこういうページをちゃんと読む機能が欲しい。じゃあどういうふうに具体的な機能を用意したかっていうのをいろいろ考えたんですけど、えー、と結局最初言われていた。 えと変換ベースのエンジンでも、えー、とインバリドリプレイスっていうのを明示的につけた場合は認めるようにしたこれは、えー、とあんまり変換テーブルを用いて効率スピード的な効率もあまり良くないんですけれどアイコン部って他の言語ではアイコン部とか変換エンジンベースで、えー、とこういう処理を行うっていう例が多かったのでこれからも誤解する人が多いだろうと思うのでその誤解した人がうっかり間違えないようにっていう観点でこういう機能は追加しました。 また、えっと、一方で、えっと、Ruby 的に正しい方を Ruby が普通に一文字、えっと普段一文字一文字、えっと、バイトの列を辿っているよう読んでいくように正規表現ベースで、えっと、Ruby の内部構造を使って、えっと、文字列を修復するという機能も入れましたこれの方が性,性能もいいし意味としても正しいただ、名前をどうするかというのは結構悩んでいた方でしたストリングエンコードを使った場合は、えっと、エンクトランス えっと Ruby のソースコードの e n c ディレクトリの中のトランスディレクトリの中に入っているえっ、ー、とテーブルを使って変換しています。Ruby の場合えっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、と多くのプログラミング言語では一度ユニコードに変換してから他のものに変換するってことよくあっいたんですけど、Ruby の場合は、えー、とくえっと制限では珍しくえっ、ー、と直接例えばシフトジスから EUCJP に変換したりしています。 ただ,ただ、まあ、21世紀にもなってあんまり文字コード変換って最近しませんよね。で、えっ、ー、と、文字列修復する方の機能名なんですけど、このスクラブっていう名前にしました。これはスクラブっていうのはどこから取ったかっていうと、ZFS っていうファイルシステムがあって、その ZFS っていうファイルシステムを、中のファイルシステムをスキャンして、壊れているところを直す機能があって、そのコマンド名が ZFS クラブだったので、スクラブっていう名前にしました。 やりこう壊れているのをこう無理やりゴリゴリゴリって直していくんですね。で、それが、えー、さっき述べたとおり、正規表現ベースです。で、えーと、ここで C の実装を見ていくんですけど、そもそも CRuby のファイルにはどういうのがあるかっていうと、大体こんくらいのファイルが、えー、と今,日今日じゃない、ちょっと前時点であって、多分まだ増えてないので同じようなものですで。どういうファイルがあるかっていうと、Ruby のクラスネームとか、クラスの名前とか、モジュールの名前のファイル。 つ r a y .c とかいうファイルと、あと crb のコンポーネントの名前、プラスサフィックス、例えば、えー、VmExec とか、えー、VmEval とか、とかいう、えー、とコンポーネントプラス,プレフィックスサフィックスみたいな名前、あと、ユーティリティファンクション、ユ、えーティリ .c なんかその名前、ストレートの名前なんですけど、例えば、あと、st テーブルみたいな、Ruby が使っているユーティリティの名前のファイル名とかがあります。 具体的に見ていくとルイのクラスやモジュールのファイルが、えー、とどれもそのまんまパックドット C とか、えー、とストリングパックとかのんアレードパックとかアレーバーパックとかの、えー、とクラス名、えー、と名前を取った C ですファイルですねあとちゃんとドキュメントもあるんですね リードエクストとかは、ドキューとかにはいろんなドキュメントが入っているので、読むと有益な情報があるかもしれないし、ないと思ったら追加するパッチを送ってください。<laughs> でエンコーディング関連のやつ。あと、正規表現関連は意外と多くて。今、鬼車を使っていて、これは鬼車のフォークですね。もともとは鬼車を使っていました。あと、Ruby の VM、笹田さんとかのスミカですね。 結構ファイルが多いあと GC あとビルド管理です、ね、これはえっと中田さんの隅がでえっと他の人が見てもわけのわからんものが多いって感じのあとはプラットフォーム絡みで、えっと、Spark とか、えっと、IA64 みたいな文字列なんでうとあと SIGWIN とか NUCL とか WIN3 チーム WIN3 チにムも分かるシグウィン SIGWIN は今メンテナーがいないので誰か気合いのある方がいればえっと 立候補していいただけるると、えー、と頑張れると思いますあ、えー、と今回のプレビューの2の時も C グインは動いてるかどうかちゃんと分かんないので誰か見面倒見てくれるといいのでぜひ応募してくださいあとテストベンチマークですねで、えー、とストリングの話なのでもちろんストリング .c の中に実装入っています でそのストリングファイルを .c の中身の最後の方を見ると initString っていう関数があってその中でまず String っていうクラスを、えっと、オブジェクトクラスを継承して RBDefine クラスで作っていてその後、えっといろいろメソッドを足していきます。でこの矢印のところがそうで、えっと、これたくさん並んでると圧倒されるんですけど一行にだけ注目すればもうすぐ分かる ように書かれていてい、えース,えー、ストリングっていうクラスに、えー、とスカラブっていう名前でストリスカラブっていうシ、えー、C の関数を使ってデファインメソッドしてるだけの行ですね。でマイナス1っていうのはちょっと分かりづらいと思うんですけどマイナス1っていうのは、えー、と引数のコストが決まってないっていうんです。での上の方を見るとエンプティなんかもちろん引数取らないのゼロですし、えー、とゲットバイトは1つセットバイトは2つみたいな感じですね。 でえー、と最初のソースコアはこんな感じでコメントを除くとこうなっています。Value っていうのは、えー、と Ruby のオブジェクトの中身が入っている、えー、64bit 関、えー、64ト感じだったら 64bit 型の整数型に名前を付けたもので、えー、と Ruby のオブジェクトは全部オブジェクトなので何でもかんでもこれに入っています。でえーと RV、っていうのは、えーとその バリューのただの配列、ただ C の配列なのでこれは何個入っ、えー、と長さがどのくらいの配列なのかわからないので、えー、argc っていうところにその長さが入っています。っていうのが、えーとえー、とストリングストリッシュカラブの引数、えーとセルえー、とレシーバーであるストリングとともに引数として渡ってきます。 でえー、とアリティっていうのは Ruby、えー、レベルで生活しているとあまり馴染みのない言葉な気がするんですが、えー、とこれはアーギュメント、えー、と引数の数という意味で RB チェック、えー、とアリティっていったらそれを引数の数をチェックしていて、えー、と引数の数が0か1ではなかった場合は例外を挙げるようになっています QNIL っていうのは NIL の、えーと、C、ソースコードでの名前ですね NILP っていうのはえっ、ー、と にるかどうかをにるクエスチョンみたいな意味で、えっと、CDB のソースコードだとアンダースカー P ってついたら大体は、えっと、ハテナの意味ですこれはリスク依イの書き方ですねでさらに、えっと、さっきの RB ストリスクラブの中をたどっていくとストリインクゲットっていうところで、えっと、その文字列のエンコーディングを取り出していますでこのエンコーディングって言っのは Ruby でいうエンコーディングオブジェクトではなくて C の中でいう RB エンコーディングっていう構造体で Ruby、えー、のエンコーディングと,、えー、と C の中その中身である C の構造体っていうのをが、えー、としばしばこういう関係は C のソースコードの中には登場します。例えばハッシュと ST テーブルだとかスレッドと RB スレッド T みたいな Ruby のレベルのオブ,、えー、オブジェクトと C のレベルの構造体っていうのは結構混ざって出てくるのところがあります。 で実際にこの本当の実際このらに向こうの RBENC ストリス r ラブっていう関数でその中ではそのストリングの C のキャラクターのバイト列を取ってきていてそれを順番に RBENC プレサイズ m b c l e n っていうので一文字ずつ見ていって一文字取ってきてはその一文字がちゃんとした文字なのか m b c l e n チャーハウンド P だったらえっと ちゃんとしたキャラクターがファウン、えー、と見つかったという場合で2度回った場合は、えー、と途中でちぎれてしまっているとか、あ」という文字は UTFHEAT だと3バイトなんですけど2バイトの途中で切れてしまっている場合と文字列の末尾が非いてしまっている場合にはこれになってきてその場合にはブレイクで抜けていますまた、えー、とインバイト B とトは実際、えー、と本当にと変なバイトが混ざっている場合でこの場合は、えー、とこの IF 文の中でさらにえっ、ー、と 不正な場合とあったので、えっと、代わりにハテナとか、えっと、地下文字を投入するような処理が続いています。という感じなので、まあ、シンプルな C のソースカードで見れば簡単ですね。皆さんできますね。で、えっと、やりたいことは,これは、まあえっと、実際見ているとで簡単なんですけどやりたいことがちゃんと決められなかった場合には、まあ、なかなかうまくいかなくてでこれは、えっと、このチケットはリジェクトされたるので悪い例なんですけど タッチってコマンドは皆さん多分ご存知ですね。ユニックスの、えー、とファイルのアクセス時間、変更、えー、と修正時間を、えー、と更新するコマンドです。で、えーと、そういうパスネームタッチっていう機能が欲しいっていう要望が来ていました。で、えー、とタッチとかのちゃんと見直すと、えー、とチンジファルアクセスモディフィケーションタイムといっていろいろこう、えー、とオプションがある。で、こういうオプションも欲しいって言ったんですけど、じゃあ 本当,は本当はこのメソッドは何をするメソッドなのか、えー、?behaviorliketouch っていうのは極めて明快な仕様のように一見見えるんですけどでもこれはおそらく間違っている。えー、となぜなら touch というコマンドは、えー、と1つの目的のために使えたわけじゃないんですね。えー、とそのさっきの説明になったとおりファイルのアクセス日時や更新日時を 変更するっていう機能はあるんですけど一方で空のファイルを作るっていう目的にも使われているなので、えー、とパスネームタッチっていう機能を追加した場合にはその要するにファイルを作るっていう目的なのかファイル日時を更新する目的なのか分からないしファイルを作るっていうめならファイルを作るっていうメソッドにするべきで一方で、えー、とファイルの更新日時を変えるんだったら変えるの更新日時を変えるっていうメソッドにするべきなのでタッチっていう名前は 実際に何かかやってているのかを、えー、と適切に記述できていないんです、ね、なのでこういう機能の提案の仕方だとよくないつまり本当は何が欲しかったのかをちゃんと考えきれずに出してきてしまっていることが分かります。なので新しい機能を使う場合には、えー、とちゃんとどういう場合に欲しいのかっていうのをちゃんと,、えー、と考える必要があります。 でちゃんと考えるには普段から、えー、とこういうのが欲しいなっていうのをツイッター、まあ愚 Twitter、で愚痴ってもいいし、えー、とメモでまとめておいてもいいんですけど普段から、えー、とまとめておくべきで,でもいい例としては森さんに昨日、えー、Ruby にはビットのを取ったときにそれが、えー、とマスクをして結果が0なのか1なのかでいちいち、えー、とイコール0って書かないといけないから面倒くさいんだけどって愚痴られたんですけどこれはいい例で。 でそういう部分は、えー、とリビーだと今不便だから、えー、とマスクを取ってそのマスクでゼロが入ってきたのかゼロ以外が入ってきたのかをもっとシンプルにき、えー、と判断する機能があるといいねというようなどうすればいいんでしょうね、まあ、そういうのをちゃんと考える、えー、と出発点を作ることができるさ、えー、っきの人に微糖の、えー、と判定をするだとかタイムのあは、えー、とおそらく今だなんだろう 十分なな機能が届ってないエリアあとバイナリーとかもそうかなあとタイ,ムのクラスタイムクラスとかもおそらく十分な機能が整っていないので何か困った点があったら、えー、とメモっておいて、えー、とある程度たまったらだろうまとめてチケットにしてもらうかしていただくといいんじゃないかと思いますでこれで具体例をちゃんと集めることは重要ですで、えー、と今みたいな話は、えー、AKR さんが、えー、と本にまとめているので API デザインケーススタディっていう日本語の本ですが を読むとい,い,とい,い,と思いますで、えっ、ー、と、ニュいプラットフォームの話、次はニュープラットフォームの話をします。で、えっ、ー、と、新しいプラット環境で動かすと、しばしば動かないことはあります。あっさり動くこともあります。で、えっ、ー、と、今で、えっ、ー、と、最近でうまく動かなかった例は、クラング。えっ、ー、と、Mac、最近、えっ、ー、と、マックの標準にコンパイラーになったクラングですけど、あと、マイクロソフトビジュアル C++2015 五 あありますね、でクラングは大体 GCC のとりに動くので大きな変更はしなかったんですけれどただ、えー、といくつか違う点があったのでそこが、えー、と修正する必要がありましたまたビジュアル C2015 では、えー、とこっちは l i v c の構造が一気、えー、とガラッと変わったので結構な評判性がありましたでクラング、えー、LNVMGCC っていうのを Mac で使ってたから苦労ご覚えもあるよと思うんですけど えとこれは結構苦労した点で GCC とは違うような最適化の仕方を結構いろんなところでしてたんですね。で、えー、と最適化すると何が起きるかっていうとルミの GC はマークスイープ保守的なマークスイープ方式の GC なのでメモリ上に、えー、とあるオブジェクトのポインターが存在していればそのオブジェクトは消されないただあるオブジェクトのポインターがメモリ上のどこにも存在していなかったら 存在しない、えーと、もう使えてないでみんなして消すっていうふうな共同します。なので、えー、と今までは、えー、GCC のちょうどあの最適化が甘くて残されてた変数が最適化が激しくなって消されてしまった場合にはまだ使えているのに、えー、GCC されてしまうという例が出てです。っていうのは結構あっていろいろなところにを修正してもらったんですけど一番大変だったのがこのリビジョン34,278ってやつでこれは。 コンンティネーションっていうある程度まで処理を進めたところで一度他のことをやって戻ってきてまた続きをやるっていうのに使う機能なんですけどで普通の人はおそらく多分あんまり直接使うことはないです、ね。で、えー、と戻ってくるためには当然その戻今までやってた部分を残しておく必要があるんですけどこれのその残すためのメモリに確保していたメモリ,、えー、とメモリを確保するっていう処理が最適かで全部なくなっていて、えー、とその えと過去しておくべきという場所で他の用途で使っていたために戻ってくると落ちるっていうバグが長らく LLVM 系の LLVMGCC とクラングにあって、えー、と Mac だとまともに Ruby が置かないので GCC を入れないといけないみたいな、えー、LLVMGCC は普通の s n o ー g c c、ね、を入れないとちゃんと動かないみたいな話が長らくありました。これは原因、えーと なんでこれコンティネーションみたいなマイナーな機能なのにみんなが踏むかっていうとイナミレーターでコンティネーション裏で使っているので、えっと、みんなに影響があります。これはメモリアルロケーションの部分が最近からなくなっていたので問題が起きたのでこれがな修正自体はそれをコンパイラーをだませばいいだけの話なんですけどどこが原因だったのかっていう調べるのがとても大変でした。で VisualC プラス2015の方は朝に話した問題でして。 Windows では、えー、と C、えー、と Windows と Unix ではそもそも Io の扱い方が全然違いまして Windows だとファイルはファイルソケットはソケットっていう別々で扱ってるんですねただ、えー、と C のランタイムでは全部 FD っていう統一的に扱うのでの統一的に扱う機構が、えー、と C のランタイムの中で OS の中ではなく C のランタイムに独自に入っていました。 これは、えっと、ユニックスっぽい動きをさせるためなんですけど Ruby もユニックスっぽい動きをさせたいためにその C の構造体を流用して Nix、えっと、ぽく FD、えっと、その時とも IO も FD で扱うっていう機能を提供して、まあ、平和に暮らしていましたただ、えっと、2015でそれが公開されなくなってしまったので ソケットや IO FD へ統一する機能だとかあと IO を実行中に、えー、とキャンセルする機能これは具体的に何に使う,とうかって、えー、いうといわゆるユニックスでいうノンブロッキング IO を実現するために使っているんですけどそういうのが、えー、と機能が影響を受けていましたあなので直したかったんですけど、えー、とで具体的にどうやって直したかっていうのがこのコードなんですけど BIONIFO ンンは公開、えっと、されなくはなったんですけどやっぱりちゃんと C のランタイムの中に構造体自体は存在してるんですね存在しているんならそれをちゃんと見つければ使えるわけですよただどこにあるのか分かんないどこにあるのか分かんないけれど、えっと、外から見ても僕らは分からないんだけど、えっと、C ランタイムの,あるの中にある関数はそれをちゃんと使ってるわけですねだから C の関数は知ってるん えと具体例としては例えばここでは「i ィ a t t y っていう関数があって「i ィ a t t y は、えー、PIO インフォはどこにあるか知っているので「i テ a t t y インフォ」イズアの「ティティワイの実際の関数の中身の機械語を自力で読んで <laughs> 自力で読んで PIO インフォに触っている部分をっ、えー、ぽいところ命令を探して その引数が PIO インフォのアドレスだろうと見なして取ってくるっていうのをやってます。上の方のソースコードで GetProc、えー、アドレスっていうので UCRTBaseDLL UC っていうのが v a l c 2 0 1 5の C ランタイムの一部、一つでその中から、えー、IsRTTY の関数のアドレスを取ってきてでそれがちゃんと取ってこれたら えっと,、えーと,えー、とレアっていうか、えー、とやつが変ってあるんですけど、えー、PIO インフォのアドレスを、えー、と触っている命令が EditTy の中でそれを探し出して M コンプで探し出して見つかったらその引数の部分のアドレスを取ってくるっていう非常に邪悪なコードでこのコードを入れるかどうか一年ぐらい1年ぐらい迷ったんですけど C++2016 でも直らないような雰囲気だったので、まあ、結局入れました。で、これを入れたら一応ちゃんと Visual C++2015、えー、でも動くようになってめり出しメり出しメ、まあ、り出し,しなんですけどこれには後日談があってこれって、えー、とこの DLL の名前 UCLT ベース DLL っていうのはリリース版の名前なんですね。 デバッグ版だと USRTBSD っていう名前だし命令もちょっと違ったみたいなんですよ。っていうバグが問題があったんですけどそれをわざわざ見つけてくださった方がいてでパッチまで送ってきてくれたんですよ。こんなダメダメなコードなんだろうひどいコードでもちゃんと世の中ではそれで便利に使う人がいてしかもパッチまで送ってくる人なんかいるなんて OSS んなんて素晴らしいんだろうかって非常に感動しました。というなんか温かい話でこのセクションを植えて。 でえー、と新プラットフォームちなみに翻訳の方には悪いんですけれど、えー、と今のはダメな例だったんですけど世の中に新しい CPU 例えば ARM の V8 だとか新しい、C えー、と CPU があるんですけど新しい CPU で直しても大体の CPU では Linux が載っていて Linux だとちゃんと動いちゃうんですよねだから意外となんこの手の新しい環境に行ったら動かないっていうのは あんままり経験することがないかもしれませんで、えー、とパフォーマンスインプルーメントの話なんですけど、えー、とパフォーマンスインプルーメントの話は今日多かったですね、えー、とベンチマークをどうやっていれば適切に取れるか、えー、とどういうふうに測るそもそも3倍というのはどういうふうに測るのか正しいのかっていう話がありましたけど、まあ、スピードはグアップ えー、Ruby でアプリケーションを速くするっていうレベルと CRuby を速くするっていうレベルと CRuby の、えー、と一部の機能を速くすると Ruby の VM そのものを速くするって話になります。で、えー、と速くするには、ね、そもそも速くなったっていうの,の定義をどうするのかは、えー、と計測しないといけないですね。で、えー、とパフォーマンスインプレベスまずベンチマークを取ってボトルネックを探す。 ボトルネックを取るには、えー、とスタックプロフっていうのと今日朝聞いたばっかりなのでよく知らわかんないんですけどディレイドベンチマークっていうのもいいらしいです皆さん試してみてくださいで、えー、っていうのを取ってボトルネックを探すでボトルネックを、えー、と頑張って最適化すると速くなって速くなったら大勝利っていう可能性ですただで Ruby のベンチマークは、えー、とベンチマークっていうコードに入っていますファイルは結構いろいろたくさんあります でえー、とで実際にプロファイルをニューレリックで取ってみます。で、ニューレリック、えー、とこの例は、えー、と Ruby の BugsRedMine の例なんですけれど、えー、Ruby の RedMine の例,、えー、と例なんですけれど、Ruby えーと、最近のニューレリックなスレッドプロファイラーという機能があって、えー、とニューレリックからボタン一つでプロファイルが取れるんですね。で、取ってみたら、こんな感じのスタート。 が流れてきてき上から順番にバンドラーラックレイルタイズアクションパックアクティブサポートアクティブレコードアクションパックアクティブサポートなんかこんなにスタック深くしなくてもいいのになみたなのでこれはまずリールズ側で早くしてほしいんですけどまあそうですね、まあ、リールズ側も頑張ってほしいなと思います。 でえっと、こういうふうに、えっと、トップダウンで見るとしょうもないログしか出てこないので、えっと、じゃボトムアップで見てみると最初、えっと、IO 待ちとか覗いてるはずのオプションをつけてるんですけどトップの方とかなんか,あからさま IO 待ってるような関数でそれを除くと、えっと、トップがログライトこれも IO 待ちであと1%がボトルネックないんですよねあー 0. 何かで。 まあ、ストリンングブランク、みんな大好きストリングブランクはここにあるんですけどこれも、えー、0.5%なのでストリングブラ,、えー、とブランクを無茶茶帰化して0秒にしても0.5%しか速くならない。でノーボトルニックだとどうしようもないでルビーので Ruby の再適化は難しいですねっていう,こう浦部さんのスピートークにもあった話になっちゃうんですけどまあでもそういう話だとなかなかこういい例として適切じゃないのでとりあえずストリングブランクを速くする話をします。 あ直しますストリングブランクっていうのは正規表現でマッチしているでこういうコードなんですけどエンプテー空かどうかを見てから正規表現マッチするっていうことですね。でユニコードでとして見て空白を含以外を含んでいるかどうかっていうのを見ています。 でえっと、ここで唐突に現れた r e j e c t s p e e m a t c h っていうやつでまだ、えっと、2.4のプレビューを使ってる方はこう多分元気に使われてるんですがこれは新機能で何が今までのものと違うかっていうと、えっと、今までの正規表現マッチイコールイコールだとかイコールニューロだとかでマッチオブメソッドだとかいろいろあるんですけどそれは全部ダラアンパサンダっていう、えっと、書いてあるなマッチデータラストマッチっていうところに前回マッチした データをちゃんんと保存しておくんですねでそれをいつでも取り出せるただこの時にマッチデータオブジェクトを作っているのでその分の時間とあとそれをいらなくなった時に回収する自身のコとが分かるんですでこれは無駄なのでこれをやらないようなメソッドを2.4で新しく追加していますなので、えー、と具体的にどういうところでマッチしたのか が必要なくてマッチしたかマッチしてないかだけが欲しい場合にはこの機能を使うと早くなるんですが、えー、とさっきも言った通りそこがボトルネックじゃない場合にはなんか自己満足で終わります。で、えー、とパールも、えー、とダラーアンパサンダーみたいなのをの処理にまつわる最適化が入っていたと思います。で、えーとまあ、早くしてもあんましょうがないんですけどそれをそういうんだろうしょうがないなみたいな話を えっと、承知で、えっ、ー、と、早くした場合には、えっ、ー、と、SSE4.2 っていう、String and Text New Instruction を使うと、もっと早くすることができまして、えっ、ー、と、16バイトを一気に、えっ、ー、と、見ることができます。なので、えっ、ー、と、16倍早くはならないんですけど、まあ、結構早くなります。ただ、えっ、ー、と、この、この手の SSE の命令ってめんどくさいのが、えっ、ー、と、16バイト一気に処理するので、えっ、ー、と、 最後ののの終わりの部分の処理が面倒くさいんですね特に最後の終わりの部分が、えー、と最近の OS はページという単位でメモリを管理してるんですけれどページごとに読めるか読めないかが管理されていて読めないページを読もうとすると,、えー、とセグ V しちゃうんですよなので読,め読む直前で止める必要があってそのコードがセット・ザ、えー・エッジ・オブ・ページ・ビフォー・ワ・ザ・エンド・オブ・ストリングって書いてあるコメントで書いて冒頭の方にあるやつでこういうのを入れない とえっと、うまくく動かなないいのが面倒くさいと,なあと思っていました思っていたら、えっと最,近えっと、最近2週間ぐらい前に ARM SVE っていう ARM の、えっと、ハイパフォーマンスコンピューティングの拡張が発表富士通さんと ARM の共同で発表されましてそれではまさにこういう最後の末尾のところで、えっと、ページをまたいで読めないメモリー、えっと部分に書き込んでしまう場えっと、読み込もうとする場合の処理が入っていて 世の中にはちゃんとしてことを考えてくださる方がいるんだっていうのと。インテルさんも早くそういう機能を入れてくださるといいんだけどなみたいなことを思いました、うん、ただ。s スエを入れるルビーに入れるのってはなかなか難しくて、環境依存もあるんですけれど。なかなか、と、そんなに一気にたくさん読むっていう処理はないので、難しい。僕の長らくの野望なんですけど、なかなか難しいんですよ、ね、というのが、えっと。割と、あの、ルビーの中でも枝葉に属する分の話。 でえー、と今度は本格的に Ruby の中心部分をくするという話に中心部分を離れますで、えー、と今まで見た通り Ruby のレアプリケーションの Ruby レイヤーで見てもボトルネックはほとんどないのでじゃあ今度は C のレイヤー Ruby の C のレイヤーだと Ruby のレイヤーとはまた違った光景が見える,見えるのではないかと思うわけですよで取ってみると,、えー、と1 2 v m s スコアってもうの出ていきますね で、えー、2位に VM サーチメソッドっていうのは、えー、とサーチをメソッドをサーチする関数とか並んでいます。えー、とこれはオフトキャロットの例ですね。でフルエントーの例だとやっぱり VMA ズコアがトップで,で2位もやっぱりサーチメソッドが2位であんまり面白いのはないんですよね。マッチアットは正規表現なんですけど。っていう、えー、とこれはパーフ えとトップっていうのをするとすぐに出てくるので皆さんも試してくださるといいんですけどあとパォー4トップはどうやったらいいかっていうのは去年の Ruby、えー、会議2015での発表がありましたのでそれを見てくださるといいです皆さん試してみてくださいで普に VMUSE Core っていうのは何かっていうと Ruby の VMYALV のコアの r っのその Core になるファン、えー、と関数で Ruby の y a ビーのバイトコードの、えー、と命令を一つ一つ取り出していくんです なので、えーと、要するにそこはボトルネックじゃないんですね。全然早くなるなので、ボトルネックはないという結論になってしまうので、という非常に厳しい話になります。でえー、とこの VML スコアが、えー、とどこにあるか VML スーにありまして、えー、VML スコアの C っていうのはこういう関数で、最初に、えーと 入るごとに、えっ、ー、と Ruby のそのメソッドの中で、えっ、ー、とどういうローカル変数を使っていて、どういうところを今実行しているのかを保存えっ、ー、とをえっ、ー、と保存しています。で、その VM.dot.inc のところで実際に、えっ、ー、とメデが並んでいます。ので、VM.inc を見る前に、えっ、ー、とバイトコードインタープリーターの動きを見てみるんですけど。 大えっ把に言うと,、えー、と、大雑把に言うと、一つ一つ、えー、と命令列の中から命令を取り出してきて、えー、と分岐しています。この部分が、えー、とインストラクションの本体の部分で、まず、えー、と本体を取り出してきて、えーとえーと、次の命令を取り出してきて、その命令に分岐して、分岐したらその命令の本体を実行して、ブレイクで抜けて、ループで戻る。 というのを繰り返してみますただこのループって本質的には無駄な部分なのでできれば飛ばしたいあとこのスイッチ入れた部分は、えー、と大雑把に言うとこれは分岐なので分岐予測をするに見せると遅くなってしまうまなのでこれを解決するためにダイレクトスレッドコードというテクニックがあってスイッチを GoTo に書き換えると GoTo からいきなりラベルに飛んで えとごとごとに別の次の分岐に飛ぶ、えー、とラベルに飛ぶのでまずループのオーバーヘッドがなくなりますまた、えー、と一つの場所からではなくそれぞれの命令の終わりから次の命令に飛ぶようになるので分岐予測が当たりやすくなりますで、えー、とそれを当たりやすくしている場合の Ruby でどのくらい分岐予測が当たっているかっていうのを見てみると <laughs> 95%ぐらい当たっていますね。 これは、えっと、サンディーブリッジなので、えっと、56年ぐらい前の CPU です。で、えっと、これはウッドキャロットの例なので FPS13 なのでちょっと遊ぶのはまだ辛いですね。で、たらハズベルって比較的新しいやつめると分岐速で0.7%になってるんですよ。で、対比してみると CPU を変えるだけで FPS が倍になっていて。 あと1クロックあたりに実行できる命令数も1.5から2.5に上がってたりとかあと分教数が5%のミスが5%から0になってるので、えっと、普通のアプリケーションとか、えっと、世の中の空調としては CPU が進化してももうアプリケーション速くならないって言われてるかことが多いと思うんですけど Ruby の場合まだここ数何年かで倍になったとそうするともう何年かしたらさらに倍になったりしないかなみたいな気分が芽生えてきます。 ただ、分岐速ミスはもうすでになくなってしまったので、ここ、のプレイヤーに余地はないのかなというのを思いつつ、実際に他の部分を見てみると、これはえっと実際に、さっき話した VM、えっと、それぞれのえっとバイトコ、やる部の命令の本体の部分で、本体何をやってるかっていうと、プログラムカウンターって、今、どの命令を実行しているかってカウンターを1進めて、なんもしないとか、 あと右側はローカル変数を取ってくる命令で、えー、GetEP っていう中の構造体から、えー、とか、えー、とローカル変数の情報を取ってきたりみたいなことをやっています。で NOP の方を見てみるって実際の機械語を見てみると一番最初のレアっていう命令では、えー、とアドレスの計算をしていて現在の 実行中、えー、R14 っていうのはえっ、ー、とプログラム、現在実行中の命令の場所を保存している情報それに8、64ビット分、次の命令に進めて、それを RAX にっていうところにコピーして、えっ、ー、と、えっ、ー、と、R15 っていうのをコピーして、次に、えっ、ー、と、R15、えっ、ー、と、 プログラムカウンターに走っしした人を RDX に入れて、走ったしてない元のやつを RAX とところに一時的に入れておいて、次に RDX、つまりさらにえと一つ進めたプログラムカウンターの部分、カウンターを R15 これはえとさっき話したそれぞれのメソッドのメソッドごとの情報、メソッドのスタックフレームの中をなく。 中の情報を保存しているところに書き込んでさっき対比した RTX を RG4 に書き込んで,で、R、その一つ前の命令のところに八を足した場所に飛んでいるというのは若干無駄なことをしているんですけど実はかちょっと無駄。えっと 8足したやつあとで元のやつを退避して元のやつに8足し直してるって無駄なことをしてるんですけどこれは多分最近の CPU は賢いので同時実行で多分ボートルネックがないっていうのとあとこれ GCC のコンパイル結果でクランクではなんかちゃんと短い命令になってましたでこれはえっとさっきの何もしない命令だったんですけど今度はオプトプラスっていう足し算をする命令で 足し算と言いつつ、えーと、さっきご質問があった気がするんですけど、右側の上,上から2番目の右符号のところは、これはストリングを足し算する命令の部分で、えー、とフィクスナムを足す場合、ビッグナムを足す場合、えー、とフロートを足す場合というの例がそれぞれ書かれていて、それが特別扱いされています。特別扱いされない場合は、普通にメソッドを実行するということです。でえー、とフィクスナムを計算する場合を取り出すと、 たし算のはずなのになんかそれっぽいのがないっていう謎のコードに最適化されてるんですが、えっと、この最実化コードを説明しだすとさらに長くなるのでそれは省略しますこれをコンパイルすると、えっと、こういう命令になるんですけど25命令ある十五個の命令があるのに、えっと、実際には16クロックで実行されていますすいに25命令あるんだけど16クロックってことは同時に2個ぐらい 1.5ぐらい実行されているということで、それはとても早いんですけど、ただフロントエンジンで、FE っていうのはフロントエンドなんですけど、X86 命令をえっと実際のインテルの CPU の中ですかっていう機械に変換する部分がボトルネックにくなっているようなので、その辺を減らすともうちょっと早くなるかもしれない。 えー、CPU が頑張る方にかけてもいいんですけどそういうのを、えー、と減らしていく方法としてオーバーズップに言うとジ i t が例えば考えられますねただジ i t っていうのは多分、えー、とこれまでの 2000Ruby、えー、会議の話されてる通りオーバーヘッドが、えー、ボトルネックになっているところをジ i t でコンパイルすると,、えー、と今言ったようなオーバーヘッドが減って速くなるって話なんですけどボトルネックではないところをジ i t でコンパイルしてもそこのジ i t コンパイルする時間がかかるだけなので 実際には、えっと、今あるようなレベル2アプリケーションで試してもおそらくはあんまり早くならない。早くなる例としたら今ある英スアプリケーションではないようなアプリで例えば、えっと、CSV をどんどん読み込んで、えっとえっと、読み込んで変換するような機能だとかみたいな今までやらないアプリをベンチマークにする必要があります。そそういううういいいののは今ないので、えっと、そういう機能を じっとしたら速くなるような機能を早くしてほしいという場合にはそういうベンチマークを作ってもらってこういうのを早くしてほしいなっていう予防を声を上げてくださると,、えっと早くするモチベーションが上がるかもしれません現状だと要するに今あるアプリケーションを速くしようとしているのであんまりじっとっていうのは効果ないんですね。ので、えっと、今日の、えっと、10時からの IBM の方のセッションにありました通りベンチマークを何に で取るかというのは非常に重要でジットが効くようなベンチマークを持っている方はそ,のそういうベンチマークを公開してくださるとジットを使う RubyCRuby にも入れるべきだみたいな声が出てくるかもしれません。でジット以外の方法にはレジスタマシン今のやる場はスタックマシンって,ってスタックに位置情報を積んでいくっていう方針をとっていてそのつえで、ー、さっきでっきで この命令でもそのスタッをから取り出す部分が結構序盤に並んでいるんですけどそういうのを減らしたら速くなるんじゃないかということを考えている方もいますでそれはえっとフィーチャー12589なので興味のある方は見てくださるただこれは実際に言うのは結構大変なので、えっと、興味のある方はえっと手伝ってくださると嬉しいかもしれませんで速くする話はえっとこの話でしてあとは何だろう ルビーを実際に使っていて何か問題が起きたときにどう調べたらそのも何が起きているのかわかるかっていう話をします。で、ルビーがをやってる、えー、と弄っている場合、問題にぶち当たるにはいくつパターンがあると思っていて、えっ、ー、と普通に期待に置かない、期待通りに置かない。あとえっ、ー、と何か遅い、何かメモリを消費してる。あとスタックした、えっ、ー、と刺さった、フリーズした場合ですね。あとクラッシュしちゃったっていうパターンがあると思って。 で遅いパターンっていうのは、えー、と普通に期待、えー、と違う追い距をしている場合はなんか普通に頑張ってデバッグしてくださいで終了なんですけど遅い場合とかえっ、ー、と名誉っていう場合には普通にデバッグしてもよく分からないので何か道具が必要です。で例えば道具だとえっ、ー、と前回の Ruby 会で小崎さんも紹介していたパワフトップっていうのを使うと今、えー、とどういう関数が実行,、えー、と実行されていてどのくらい CP を送っているか分かるので。 どここがが遅いい場合ににははそこが上位に来ているはずですまた PS を見るとそもそも何のプロセスが時間を取ってるのか見ます。Linux の場合は ProcFS でプロセスごとに極めてこの細かい情報が取れます。Ruby レベルで何かいじってもいいんでしたらオブジェクトスペース、オブジェクトを見るとカウントオブジェクトとかいろんな情報が取ることができます。あと GC スタットを見ればガベージコレクションがどんくらい走っているかを見ることができます。 で最後の下の2つに関しては、えー、とトレジアデータっていう会社の古橋貞之っていう人がシグナンプっていう,こう便利なライブラリを作っているのでそれを、えー、とジェムファイルに書いておいてくださると,、えー、といざ何か変な動きを何、えー、か重いぞっていう時にシグナンプのシグナルを送ると,、えー、とその情報がペロって出てくるのでとても便利なので、えー、とデーモンみたいなやつを作っている方は是非使ってみてください。ただ 刺さっている場合でシグダンプ動かないんですよねでその場合には何かできるかと,いうと Ruby レベルでできることは全くなくて、えっと、Ruby のツールでできることはなくて、えっと、Linux というかカー Linux 的なツールを使わないといよくあるのがパ a r f t o p と、えっと、私の作った p i d ツーラインってやつで、えっと、こういうパターンには、えっと、カーネルの中で無限ループとかが走っていてもう全く手が つけられない,というパターンと Ruby 例で正規表現のマッチだとか何かしらで何か、えー、となかなか処理が入ってこない処理が走っているという場合があり得ますでそういう場合にユニク x にないという方をとりあえずストレスをかけてみるってことが多いと思うんですけどストレス見ても、えー、とこストレスかけるとこういう FUTEX、えー、っていうロック絡みのやつをのシステムコールが大量に出てくるっていうログを 目にすすると思うんですけどこれは、えっと、何の意味もないんですよ。これは、えっと、正常な状態で、これを見ていくら見ても分かんなくて、これは Ruby、えっと、のスレッドを切り替えるために起動しているタイマースレッドっていうやつが定期的にスレッドを切り替えようとしているんだけど Ruby、えっと、のプログラムが異常状態に落ちてるんで切り替わってくれないっていう悲痛うな叫びが出ているだけで、えっと、叫び声いくら聞いても何の情報にもならないんですね。なのので別の方法を考える必要があって えとこの時に便利になる Linux はとても便利でして僕 FS で便利なんですよ僕 FS ス見るといろんな情報が、えー、とプロセスごとに取れるんですけれど Stat っていうファイルを見ると,これ、えー、といろんな、えー、とそのさまざまな情報の中に現在そのプロセスで実行中の、えー、とメモリ上のアドレス実行中の命令のアドレスが取れるんですでその命令のアドレスが分かればもうすぐに皆さん何実行してるか分かりますねいや、まあ、すぐには分からないので えっと、あちなみに、例えば、っと、RB っていうコマンドを実行しているとあとスレッドに名前を付けている場合には、スレッドの、えっと、プロセスを見た場合には、ここにスレッドの名前が出てくるので、それを覚えていると、えっと、どのスレッドが TCP、えっと、送っていうのか見ることがもできます。で、メールの様子が分かれば、今度は、プロクエースで、 マップを見て、どのアドレスにどのファイルがマップされているのかを見ることができます。どのファイルが、どのライブラリーが割り当てられているのかを見ることができます。なので、そのアドレスがに相当する分を探す。と、えー、と今さっきの場合は、7f9c085b55d だったので、b55d だったので、85b55d だったので、libup、えー、スレッド、 の中だとということが分かってでそのリブピースレットの中身を読んで、えー、とシンボル、えー、とリブピースレットの、えー、と関数の一連を取り出すと,、えー、とまたその関数の中での、えー、とオフセットを計算して出すと「リードゾーンキャンセルだなっていうのを計算して出すことができますつまり、えー、と Linux の場合は Ruby のプロセスに対して一切されることができなくて GDB でもアタッチできないみたいな 追い詰められた状況でも、プローケー変スを見るだけで何を実行中か分かる。っていうけど、これ、アドレス計算するの結構面倒くさいんで、それをパッとやるツールを作りました。これは本当に便利、我ながら本当に便利なツールで、今すでにこう2個障害者と問題の解決に貢献しているので、とっても便利だと思います。で特にそういう場合って GDB でアタッチできないんで、えっと、本当に。 打てるる手段は限られるんですよなので、えー、とただ、えー、とこれを使う場合には、えー、Ubuntu の場合には、えー、Ubuntu では最近は他のプロセスの情報を除く際に自分の持っているプロセスでも特権、えー、が必要になっているので Sudo が必要です。うん、あとこれはっ、えー、と、パフ 同じ目的は、えー、とパーさっきのようだペイパーフっていう2でも使えるんですけどパーフっていうのはしばしばインストールされてないあとはインストールする権限がないって場合もあるのと,ああとレッドセントウエ s 5はまだ来年ぐらいまで生きてるんですけどセントウエ5だとそもそも入れることはできないのでそういう場合にもメインだと思いますで、まあ、例えばこの例だとパッと実行えっ、ー、と110プロセス ID11010 を実行すると,、えー、とそれぞれの、えー、とメスプロセス スレッドでどれが実行されるか一覧が出てきて、まあ、とりあえず上を飛ばしてポルノーチャンセルって言ったらこれタイマースレッドのことで B スレッドコンドタイムレートは単に待ってるだけスリープしてて E プロベイトノーチャンセルは、えー、IO 待ちですねとかいうのが分か,かってマッチアットが出ていればこれは正規表現のマッチに時間がかかっているつまり正規表現、えー、と不適切な正規表現があって、えー、とそのバックトレックが爆発してしまうっているために時間がずっと待っている。 とで、えっ、ー、と、去ってる場合は p i d ツラインとかを見れば分かります。で、セグウェイの場合ですね、セグウェイの場合ってこれ、皆さん多分読み飛ばしてるんじゃないかと思うんですけど、これでは大変重要な情報が詰まっていてですね、で、これ、バ報告する際に、これ、最初の方だけ切るとか、 えっと最後のほうのライブラリの一覧をコピーペーストしてくれない人るんですけど全部最初から最後まで全部情報のような情報が詰まっているのでこれは全部ちゃんと貼り付けて送ってくださいで途中、えっと、には Ruby レベルのバックトレースと C レベルのバックトレースがあって Ruby レベル、えっと、C のレベルで TEGV する場合って大体 C レベルが問題なので Ruby レベルだけあってもあんまり便利じゃないんで C レベルのほうの関数を出,す出してもらう必要があります ルビーレベルの、えー、とバックトレースは多分皆さんを見ることができるでこれでも多分原因が分かる、えー、容疑者を絞れることはできるんじゃないかと思いますが、まあ、これでは多分あんまり原因にはつけないんじゃないでしょうで C レベルはこの C レベルのバックトレースの話を語ると長いのでざっと話すという話になるんですがこのバックトレースって、えー、とさっきビジュアルスタジオで非公開になってる関数の話をしましたけど通常は非公開になってる関数って名前取れないんですよ。 ただこれは頑張って名前を取れるようにしていてえと通常はえとなえとそのバイナリに非公開の関数の名前をけえと入れておくって必要はないんですけれどこのようなデバッグ方法のためデバッグのために名前を入れていくどうやって入れておくかっていうえと方式が決まっています。 これは、えっと、GCC- を実行するときに -G ってつけると入れておいてくれるんですけどそれをドーフっていう規画でどういうふうに入れておくと、えっと、入れておくかっていうのが決まっていて Ruby はそれを読み出して非公開の関数でもちゃんと名前は取れるしバックトレスが取るようになっています。なのでえっと ルビをコンパイルする際にデバッグ情報をストリップで落とすとかいうデバッグ情報を落としてしまったら、えっと、ファイルサイズが小さくなっていいんじゃないかっていう,こう非常にけしからんことを考える人が多分この中に何人かいると思うんですけどクラッシュしたときに困るんでやめた方がいいですよあと、えっと、バックトレスに出ない情報で送られても何にもわからないのでちゃんとデバッグ情報は入れるようにしましょうであとまあこれも完全に言わないんですけど OS10 だとここ シグナルのを受信したあとにこのシグトランプっていうシグナルトランポニーを超えてさらに先に登るのは通常だとちゃんと便利にやってくれなかったのでそれは頑張りました。で、えー、とセクビューした時には一緒に高配慮も出るんですけど高配慮は、えー、とその時、えー、とスクラッシュした瞬間のメモリの情報がすべて入っています。入っているんで要するに その時の何が起きていたのかを本来は全て、えー、と人々は知ることができるただこれを実際に読むっていうのは、えー、と完全にムーブリの中に色が詰まってるだけなので通常はとても読むのが難しいんですねただ GDB を使うとある程度見ることができる例えば GDB でやるって、えー、とバックトレースを出せば C のある上のバックトレースは多分 すぐ皆さんも多分見たことがあるんじゃないかと思うただ Ruby レイヤーの情報というのは非常に難しかったので、えー、と頑張りましたという話をするので、まあ、ちょっと前提を話します Linux, Linux の場合 Ruby のプロセスっていうのはスレ Ruby の VM の中にスレッドがいくつかあってそれぞれのスレッドは、えー、と P スレッドが結びついています、えー、なので Ruby のスレッド、えー、との対応と OS のスレ P スレッドの LibC、えー、の、えー、と P スレッドの対応は 1>, 1対1で Pthread と Linux のカーネルのライトウェイトプロセスとの関係も1対1になっています。なので,あなのでさっきの ProcFS 見ると OS のレベルのプロセスの情報を見ると Ruby のレベルの情報まで一気に辿れるんですね。ということを知っていくと ProcFS がより楽しく見れます。 えっと余談なんですけど、えっと、これは、えっと、Ruby のレベルではこういう構造体になっていて、えっと、今の Ruby はマルチ VM ではないので、えっと、カレント VM しかありません。というてカレント VM から、えっと、生きているスレッドの配列が降りているで、その Ruby のそれぞれのスレッドにさっきもちらっと話をしたコールフレームえっとどんな 今そのメソッドの中でどういうローカル変数を使っているのかどの今どの命令を実行しているのかという情報を入れているところがあってさらにそのコールフレームごとにそれはどの関数,の関数から実行されて呼び,出さ呼び出されたのかという情報が入っているのでそれをたどるとさらに1個深いスタックコールフレームをたどることができます。ねなので えとこういう,う、えー、RubyCurrentVM っていう,う、えー、とポインタからリビングスレッドをたどって RubyCoreFrame をたどってというのを GDB で頑張ってやれば g っ、えー、とコアファイルから GDB で頑張って Ruby のスレッドの Ruby、えー、レベルのバックトレースが取れるっていうのを、えー、とどうすれば見るかっていうと GDBinit in っていう GDB の便利スクリプトを集めたファイルがあります。 っていうのを実行すると、この例だと RBPS っていうその便利スケートで実行、えー、と定義したやつを使うと RubyRuby のスレッド、えー、とこの GDB でアタッチしてるやつはコアハイしか残ってもう生きてない Ruby のスレッド Ruby、えー、のプロセスなんですけどその死んじゃった Ruby のプロセスから何を実行していたのかを取ることができますまたその時死んだ時に同様ブジフトが入っていたのかも分かる えとでコアファイルっていうのはクラッシュしたときにもちろん生成されるんだけど手動で生成することもできるので手動で生成すると,、えー、とプロセスを一瞬だけなら止めてもいいけど長時間止めるのはダメだけど一瞬だけなら止めてもいいってきにコアファイルを履かせてあとでじっくり見るっていうことができるので便利だと思います。でそれを実際にやってるのはどういうふうにやってるかっていうとこれは、えー、とスレッドのバックトレースをかける部分の、えー、と一部分で。 これが何をやっているかっていうとの Ruby の C のプログラムは当然さっき述べた RubyCurrentVM からスレッド生きてるスレッドをたどって生きてるスレッドから、えっと、Ruby のフレームをたどってっていうのをやってるんですけどそれと同じことを GDB のスクリプトという,こう非常にんだろう十分な機能がそろっていないヘッポーなスクリプトで頑張っておっとオーバーしてるまあちょうどいいぐらいかはいっていうのを頑張ってやっています。 なのででとても頑張ったので皆さん使ってください。これ本当に大変なんですけどしかも多分、えー、と半年ぐらいするとまた笹さんが壊すので動かなくなる <laughs> 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 お非常にんで。ったていうは、えー、と話をしましたが、えー、とまとめをすると,、えーと,えー、とユースケースをちゃんと,実、えー、と集めましょう。 ユースケースをちゃんと集めてくればその提案という形でちゃんとまとまって、えー、とどういう機能を追加するべきかっていうところをまとめてなくてもこういう事例で困りましたっていうのを考ええー、とだけまとめてくださればなんかみんなでこう定期的に議論してこういうのがいいかなみたいなこうの話でます、えー、できますし、まあえー、となんか飲み会の時にみんなで議論してくださってもちょっと面白いんじゃないでしょうかあとは現実のアプリケーションでボトルネックを知ってほしくてえっ、ー、と に今のわれ私は知ってる限りでは Ruby の一般世間の一般のプログラムにはボトルネックっていうのはほとんどないつまり、えー、と普通常では高速化する余地はあんまり残されていないっていう理解してるんですけれど皆さんの持っているプログラムの中には高速化する余地が残されているかもしれないですねでそれを早くしたら皆さんあの結構便利になるっていうパターンがあるかもしれないなので、えー、と自分たちのアプリケーションでにボトルネックがあ,ってあるか知ってほしい。 えとボトルネックがなかったらあどうしようもないねってところなんですし、あったらそういうのをどういうボトルネックなのかを教えてくださると、Ruby 側でそれを早くして、皆さんは Ruby のバージョンアップを上げるだけでお速くなったっていうこうただ乗り気分わらわ強いることができます。以上です。皆さん、ユースケさをと戦ってください。n a r さんありがとうございました。もうせっかくだし最後なんで。 ちょっとオーバーしてるけど質疑応答がある方はどうぞプレビュー2でバグを見つけましえっと本あ発表とあんま関係ないんですけどそのパッチを送った時に回りされない例としてなんかメンテナあ無視されることが多分多いと思うんですけどそのメンテナーがいるやつはその人をつつけばいいと思うんですけど、はい、メンテナーがいないやつは誰をつつくといいんですか 松本さんが取り上げたらもうみんな見てるのとあ,<ー>、まあ、あとは浦部さんとか私とか草田さんとかでも大丈夫ですが。承知しました なん放置されてる例には2パターンあって本当にみんな気づいてないパターンだけど気づいたんだけどうんちょっとなあってまあちょっとなあの理由はいろいろあります。えーとえー、とこれは本質を表して、えー、と本当に必要なニーズを見れてないんではないかっていうのと,、えー、と必要なニーズは確かに認めるんだ必要なニーズから出ていることは認めるんだけれど実装がちょっとなあっていうパターンと,、えー、と必要なニーズあるんだけど現在のルビーでどうやったら解決したか全然わかんない。 いうパターンといくつかあるのでえ、そういうパターンで本来返事をするべきなんですね。ただみんな返事をためらっていて、えっと外から見ると放酬されているように見えるってパターンはあるので、それはぜひつっついてくださると、あの誰かが頑張って返事します。見えない。あはい。解散会議の時にまあそういう話を、えあの解散会議の時にそういう話を議論するので、えっとつづいてくださればそのタイミングで多分議論します。 他にご質問ある方いらっしゃいますか。はい、大丈夫かな。はい、あ、じゃそちらのそちらの方お願いします。あの,ああのルビーの開発をしております笹田と申します。<laughs> あのツイッターをちらほら見てるとあの、はい、なんというかレベルが違いすぎてもやっぱ俺はこういうのは無理だみたいなのが。 ちらほらあったんですけれども、そういう方に何かコメントいただけると。私としては、あの成瀬さんが特殊なので、あの、こ、えっと、このレベルがない、でならないっいうのは、あの、コミッターになれないっていうのは全然違うと思うんですけども、ぜひ成瀬さんからも何かあのコメントいただけると。えっと、単にえっと、市民の話をいろいろ喋ったってだけの話なので、こういう話ができないとコミッターになれないというわけではないです。あと。 そそもそも、えー、とみんな興味の分野が違っていて誰の興味もない分野っていうのは今結構あったりするので特に放置されてる分野っていうのはしばしばそういう分野だったりするのでそういう分野を見つけてくださると,、えー、といきなりあの速攻であのなんかメンテナーになってくださいということはしばしば例えば、えーとえー、今回今日、えー、と朝に紹介になったレディウムさんなんかオープンエッセイス L っていうこうみんながちょっと目を背けるようなところを改善してくださる特に 今回のレニューさんがすごいのは素晴らしいと思うのは OpenSSL1.1.0 って、えー、と今までの API からすごく変わっていて、えー、とレニューさんがあの現れなかったら当分の間 Ruby ではその新しい1.1.0の OpenSSL を使えなかったと思うんですね。 ただ、リムさんが現れたおかげで、OpenSSL1.1.0 も Ruby で2.4から扱うようになるので、えっと、なんだろうオープン SSL1.1.0 を使うことに皆さん今後はなるかと思いますが、その時にはリムさんに感謝の念を捧げてくださるとありがたいと思います。というか、まあ、隙間はたくさんあるので、えっと、なんかいろいろ出すといいと思います。はい。はい あ、質問いいですか。はい、えっと、普段、G. D. B. ユニットを便利に使わせていただいている浦部と申します。<laughs> あれって、えっ、ー、と、でも、自分の手で。ちょっと便利に書き換えてやろうかなとか思うと、本当に。自分の手では全く手がつけられないみたいな感じで、超辛いんですけど。はい、えっと、あの、G. D. B. ユニットって、どうやってデバッグしてるんですか、素朴な疑問。<laughs> えっと、その時、手で動かしてますね。だから、本当はテストケース必要なんでしょうね。必要なのかな。えっと。 僕が Ruby をデバッグするときに GDB ユニットを使って偉大だなと思うんだけど GDB ユニット自体のデバッグはじゃあ手で頑張るしかないああ、えー、と要するにコアファイル作ってやれば GDB ユニットで、えー、と適切な表示が入ってくるのかどうか分かるのでみたいなことをやるとやってくださいませんかね誰か。まあ <laughs>、ねえー、ちょっと手をつけてみましたが <laughs> 無理だったのでぜひそういうことがやりたい人がいればぜひお願いしたいと思いまますすよ、はい、よろろししししくくおお願願いいます。 はい、じゃあそろそろいいですかね。はい、はい、ではあの、これにて、じゃあ最後のそちらのお客様、お願いいたします。GDB イニット苦しいんなら、GDB の Python バインディング使う、あ最近 GDB で Python でスクリプティングできるんで、はい、Python で書き換えるってのいうの、ね、とそれはいい質問でして、えー、っと今の, G init ってのは GDB イニットなので、LLDB では使えないんです、それ、Mac であれ使えないんですよ。 まあでいいいかって気もしれないんですけど本当に困るなそうなのただそうなので Python でやるのもいいんだけど Python 難しいしなとかいうのと、まあ、Python の方がいいっていうのは分かってるんですが、えー、とそもそもあれの本質的な難しさは, C では、えー、とつまりさださんがいじっている C ではなくてそれを同じことをやらないといけないっていう難しさなので Python、まあの方が、えー、今度はさださんが壊したら Python で書くかもしれません。<laughs> まあパイソンで書き換えましたという報告は、まあ、お待ちしております。LLDP についてどうお考えですか ?GDB って <laughs> コマンド違うの大変ですよね。わかります、すごくわかります。それ以外は別にあんまり GUI が LDB に GUI があることに最近反動したんですけど<っ> GDB に丸っってやつ いや LDB 自体にあれ g i あるんですよマジか知らんかったなんかをしたらできたでえっとしたら奥川さんに最近 GDB にも g i あるんだってことしてさらに感動したあい X1 あれかあれ便利ですよねあれ便利ですよねはいはいじゃあそろそろ雑談はこの辺りでよろしいですかではこれにてえ 今年の Ruby 会議2016の全セッションを終了させていただきます昨日とスピーカーの成瀬さんありがとうございました皆さんもう一度大きな拍手をお願いします、はい